いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 風が強いです。私今赤坂ブリッツに来ています。赤坂ブリッツ、今夜はですねユニゾンスクエアガーデンのライブがあるそうなので、早速スズリポートをお届けします。ユニゾンスクエアガーデン、オリオンをなぞるノーライフでも大絶賛好評オンエア中でございますけれども、どんなグッズがあるのかちょっと鈴鹿チェック入れたいと思います。ほらツアーがね、彼らの初のツアーということで001です。00バジャフル。もうライブには欠かせないロボタオルも売ってます。もう風が強いんでね、飛んでっちゃいますけれども、のろしのように誘導されてお客さんがゆっくり入ってきてますね。こうね、焦ってお客さんが走って場所取りに行って怪我したりしないように、しっかり誘導員のお兄さんが、スタッフのお兄さんが誘導しています。ツルモンデサージュ。会場お客さんでいっぱいになりました。そろそろユニゾンスクエアガーデンの皆さんがステージに登場される頃なんじゃないでしょうか。期待で胸が高まります。メンバーの皆さんが扉の向こうにいます。早速こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。じゃあ皆さん、ユニゾンスクエアガーデンの皆さんです。スクエアガーデンです。どうも元気よくいただいて、はい。あとユニゾンスクエアガーデンベースの田淵智也と申します。どうもどうも、はい。ギターボーカルの斉藤浩介です。よろしくお願いします。はい。ボンジュール、I'm ドラマー of ユニゾンスクエアガーデン。ユニゾンスクエアガーデンの3人はどうやって出会ったんですか？学校の同級生で、ここが高校大学が一緒で、でこっちが小学校が一緒で、はい、高校生の時に出会いました。いつから始めたんですか、バンド活動は？今のバンドは大学1年生だから2004年ですね。どなたが最初にやろうって言ったんですか？それはなぜ、そしてなぜこいつらを、こいつだって召喚したんですか？こちらですよ。でも普段そのことできれいに仲間をどうやって集めたんですか？あーなるほどね。自分が歌うバンドっていうのを今までちゃんとやったことがなくて、ギターばっかり弾いてたんですね、はい。で自分が歌うバンドをやるときに、高校時代のバンド仲間の、僕の知る一番かっこいいベーシスト、一番かっこいいドラマ、ユニゾンスクエアガーデンの今皆さんが投票できる、オリオンをなぞる PV 放送しております。何でもないような言葉で、一体どんな PV、 どんな曲なのでしょうか？この曲がどうっていうより、僕ら自身がバンド活動を通してやりたいのは、もうシンプルですけど、音楽を誰より、どのバンドより楽しんで、その楽しんだ結果がお客さんに伝わると信じてやってる。でそういう曲だし、そのオリオンをなぞるもそうだし、今出してるリニアブルーっていう新しい曲もそうだし、常に僕らの曲からそういうものを感じてもらえると思います。楽曲はどのように作られてるんですか？作詞作曲、大方は私が作らせていただいてるんですが、家でなんとなくギターを弾きながら詞と曲をメロディーを書いて、それをバンドに持ってってみんなであーだこーだ言いながらアレンジしていくのが主な制作過程です。ということで、みんなすっかりユニゾンスクエアガーデンのファンになりましたね。私もファンになりました。さあ、ファンになった人は何をしないかといけないと、ボツエフォーム投票してね。フムネックコンプブレ